はい、こんにちは、スピルと申します。今日もポケモリキャンプ場紹介やってきます。でっかい魚を見つけたので、こいつを、はい、マグロ。お、新記録出たね。よくわかってないけど新記録です。マグロ、あれかな、記録始まってから釣ったの初めてじゃないかな、違うかな。はい、すいません。というわけで今日はあさみさんという方のね、キャンプ場に行きたいかと思います。最近ね、出てきたゴージャスの家具で揃えて、すごいね、綺麗なキャンプ場を作られていたので、ツイッターで見かけて、ちょっとね、撮影させてくださいとお願いして、撮影させてもらうことになりました。では、行ってみましょう。アジ。はい、では移動しまーす。はい、到着でーす。はい、あさみさんですね。こちら。正面が早速ゴージャスな家具で揃えてますね。なんでしょう、この高級感あるホテルのような感じ。奥のね、あれもいいですね。噴水。あ、ここでお茶飲んでるんだ。見えなかったから通れなくて今ちょっとびっくりした。あ、ベッドで大の字で寝てるけど、二人とも端っこで寝てますね。もうちょっと真ん中で寝てもいいと思うんですけど。あ、これ、よいしょ。はい、スピルさんもお化粧ができるようになりました。あー、すごいですね。よいしょ。あ、なんかホテルのコンシェルジュみたいな感じですね。おー、きれい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 、かっこいい。いいな。ね、本当にホテルの一室のようなお部屋。あー、ここ、ルームサービスが。紅茶もすごい、美味しそうな紅茶になってますね。あ、ライトもいい感じ。あ、通れないか。これ残念。あそこのライトね。この、ジュン君の奥のライトも見たかったな。いや、いい感じですね。なんかすごいキラキラしてる。さあ、そして右側。こちらは、あ、でもこちらも、高級感、溢れる感じですね。ああ、ピアノを生で聴きながら。伊勢海老じゃないや。ローストビーフじゃない、ローストチキンだ。ローストチキンとロブスター。おー、すごい高級感溢れるし、こういうとこでやっぱこういうハットが似合いますね。奥の。また夜だからか綺麗に光ってますね。夜の馬車。綺麗だ。すごいいいね、これ。おー。あ、馬車の足元、バラかな、バラかなんかの花びら落ちてるね。へえ。いや、かっこいい。あ、馬車の頭の上にバラ咲いてるんだ。だからか。へえ、すごいね。綺麗だね、本当に。あ、こっちもバラだ。最近ほんとポケモリが綺麗ですね。春だから？いや、もう夏？いや、夏は早いな。さあ、すいません。車内も行ってきまーす。はい。こちらは一点落ち着いた、ちょっとしたゲームコーナーって感じでしょうか。あ、いや、ゲームコーナーというよりも、バーかな？ちょっと遊び心のある。だね。ホテルの一室にある、ちょっとこじゃれたバーですかね。これマスコットキャラですね。これいいな。これ、これどうやって手に入れんだろう、この人形。誰かは知ってたら教えてください。これ私も欲しい。これ並べたい。はい、こんにちは。あ、こっちの方がいいかな。悩み聞いてくれそうな気がしますね。これ欲しい。いい顔した人形がもう、ねえ、酔っ払いっていう感じのいい顔ですね。さあ、そして皆さん大好き役棚と、これは、棚なんだね、こういう。ごめんなさい、このお人形が乗ってるね、カウンター。これは、あれだ、ちゃんとしたカウンターなんだね。
こっちもそうか。こっちも同じカウンターで、上にサイフォンと。へえ。お洋服と、なんだろう。ゲームか。中のゲームがあるんだね。何のゲームだろう、これ。あ、これ、あれ ?VR 的な感じ?いや、でも、そんなアイテムあったっけ?いや、覚えてないな。覚えてないとか多分なかったと思うけどな。はい、ごめんなさい。言うてる間に上に行きまーす。はい。お、こちらは、なんでしょう。従業員さんの休憩所かな?あ、これ、目玉焼き。音か、音が消えたのか。はい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 。あ、卓上コンロみたいになってんだね。ちょっとね、熱くなっちゃうから、卵焼き焦げちゃうから、ちょっと止めときましょう。いやー、そっかそっか。これね、フォーチュンクッキーでね、私もこの前もらいました。まだ置いてないけど。なんかね、これもらった時にちょっと嬉しかった。あ、これまたこの棚だ。この棚三つ目だね。あさみさんこれ好きなんだね。でもこれ雰囲気いいね。このね、レンガ調のね、台の代わりにみんな、結構、暖炉をね、使ってやってましたけど、似たような風合いの棚ができたんですね。カウンターか。棚じゃないね、カウンターが。これはなかなかいいですね。さあ、こっちは、お人形。ジンギスカン。違う、ジンギスカンじゃない。スカンジナ、え、スカンジ、うん、スカンジ、スカンジナビア。スカンジナビア。うん、ジンギスカンはちょっと違ったね。お肉になっちゃったね。うん、綺麗です。ほう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 。あ、ここもお化粧の、できる。ドレッサーって言うんですかね。机と椅子と置いてありますね。従業員さん女性なんですかね。よいしょ。あ、寝ちゃったよ。よし。さあでは、外戻りまーす。はーい。では、あさみさん。よいしょ。今日もいい寝をさせていただいて。やっぱかっこいいね。コンシェルジュ。いいね。照れるタイプの方でした。頭お団子か。いいね。かっこいい。さあ、では、今日もポケモリキャンプ場紹介。あさみさんのキャンプ場でした。ゴージャスな家具、いいですね。この神殿の柱も。いや、綺麗になってますね。というわけで、まだまだね、キャンパーさん、キャンプ場紹介していいよという方を募集しています。どんどん。ご応募お待ちしてますので気軽にご連絡をお願いします。では、面白かった、また見たいよという方は高評価チャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、スピルでした。